魚、レッツゴーアドベンチャー。はい、皆さんこんにちは。今日もお魚アドベンチャーの時間がやってまいりました。このね、茶ゴケ、これがね、ちょっと気になるっていうね、お話を少ししたんですけれども、それでアクアリウム用品とかね、入っている棚の中をね、ずっとこう見てたんですよ。で、なんかいいのあるかな、ないかなと。で、探してたら、僕がね、海水魚始めたすぐの頃にね、購入した苔をね、抑える薬、これがね、出てきたので、ちょっとこれを紹介したいと思います。バイコムアルジーガードです。これね、僕がね、30センチのハイタイプの水槽を使ってた頃にですね、この抑制水をね、入れてたんですよ。で、その頃は確かにね、全く苔っていうのはね、生えなかったです。まあ、立ち上げて間もないってこともあるんですが、でもそれにしてはね、全然苔が生えてなくて、で、60センチの水槽に変えてから、これ、一回も使ってなかったんですね。なので、ちょっとね、今後はこれをね、ちょっと入れていこうかなと思って、もうだいぶ量は減ってしまったんですが、一回にね、入れる量っていうのはね、これだいぶ少なくていいんですよ。本当に多分これキャップ開けて、もうキャップのね、本当に5分の1とかね、それぐらいで多分大丈夫だと思うんで、例えば、5分の1なんで、本当にこれぐらい。あ、これでもね、ちょっとね、入りすぎたぐらいな感じなんですが、本当にね、これより少なくていいと思います。これを、よいしょと。まあ、水流のね、あるとこにこう、入れてあげると。で、これで多分ね、だいぶね、抑制できるとは思うんですよね。ただね、その30センチの水槽の時って、僕サンゴをね、まだ飼ってなかった時なんですよ。で、これね、説明書を見たところ、サンゴとか飼ってる場合は、ご使用をお控えくださいっていう風にね、説明書には書いてあったので、だからね、60センチの水槽に変えてからはね、サンゴの飼育もしだしたので、これ使ってなかったんですよ。ただね、いろんな方のね、ブログとか、そういうのを見たところね、やっぱこれ使われてる方すごい多くて、ね、その方普通にサンゴとか飼ってたりするんですけども、規定の量よりだいぶね、少なくすれば、全然サンゴが入ってても問題なかったですよ、みたいなね、そういうブログを、何個かね、発見したんで、だったらちょっとこれ、使ってもいいんじゃないかなと思ってね。で、今、キャップのね、5分の1ぐらいって言ったんですよ。これ通常だったらもっと入れてもいいと思うんです。で、サンゴを飼っている場合は、もっとね、規定の量より、少なめにね、入れてあげるってことをね、守れば、まあ、大丈夫みたいですね。これなぜね、苔が減るかというと、このね、抑制水の成分の中には、光合成をね、妨げる成分が入ってるらしいんです。なので、つまり、光合成をさせないと。そうすることで苔も生えないと。まあ、そういうものなんですが、まあ、光合成をさせないってことは、サンゴにもね、もちろん影響はあるので、それを考えると、量は少なめにとね、いうことですよね。ちょっと一週間ぐらいね、ちょこっとずつ入れてみようかなとは思うんですけれども、これで万が一ね、ちょっとサンゴのポリプのね、開き方がおかしいなとかなったら、すぐにこれをね、使うのやめます。それとか、あと、苔がね、全然減らないとかね。だったらもうすぐにやめるんですけど、もうサンゴもね、今まで通り元気で、さらに苔もね、少なくなっていったっていうことになれば、これはね、多分使い続けると思います。はい。これ、バイコムアルジカードって名前なんでね。この商品リンクは、また概要欄の方に貼っておきますので、ご興味ある方はね、ぜひそちらからご覧ください。この動画を少しでも気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価ボタン、お願いいたします。それと、この再生画面の下に共有ボタンがありましたので、そちらからこの動画を共有していただくと、大変嬉しく思います。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画、お楽しみに！